三浦翔平は1988年に生まれ、日本の俳優、ファッションモデルである。東京都出身。2008年、テレビドラマ「極戦」で俳優デビューを果たすと、翌年には同作のスペシャルドラマ版と映画版に出演する。2010年、人気シリーズ劇場版第3弾「ザ・ラストメッセージ海猿」で主人公とバディを組むことになった新米潜水士を演じ、同年に初主演舞台「サムライセブン」にも挑戦した。2011年「ザ・ラストメッセージ海猿」で第34回日本アカデミー賞新人俳優賞。2020年「あの時キスしておけば」に出演。同作で三浦翔平の全力コメディ演技に反響が集まって、これからも多くの面白いオファーが舞い込みそうだ。